どうも、今日ご紹介する商品はセーラームーンのプリズムパワードーム2です。一段もとっても人気のあった商品なんですが、こちら今回2段が出ました。バンダイから出ている1回300円のガチャガチャです。ではラインナップをご紹介したいと思います。1番がセーラームーンのムーンスティック、2番がセーラームーンキューティブーンロッド、3番がセーラーチリムーン、次がセーラーウラヌス、次がセーラーネプチューン、最後にセーラープルートとなってます。今回はセーラームーンプラス外部系太陽系戦士がラインナップに入ってます。では実際パワードームで遊んでみたいと思います。今回はこちらのセーラームーンの2種類のパワードームになります。まず最初がセーラームーンのムーンスティックになります。で、組み立てれるようになっていて、ここをこうガチッとやるのですが、こっちが台です。で、こういう見えますでしょうか、キラキラしたのが入ってます。で、こっちをパカッと開けるとこうなってます。ここに水を入れていきたいと思います。こぼさないように入れたいと思います。これ一気に入れるとこぼれます。こぼれます。めっちゃこぼれる。じゃん、水を入れてきました。ペットボトルの水では全然入らなくて、水道でジョジョッと入れてきました。どうでしょうか。デザインもおしゃれで、水が入るとまた感じが変わりますね。これちょっと水の入れるのが難しいんですが、綺麗に入りました。一応水の入れ方はこのミニブックにも載っているのですが、ちょっとコツがいるみたいです。ぜひ皆さんもセーラームーンのプリズムパワードーム2段を手にしてみてください。これからもいろんな商品を紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。セーラームーンのプリズムパワードームでした。